はい、こんにちは。今回はついにベルセルクの看板ヒロイン、キャスカを取り上げていきます。ファンの皆様、お待たせしました。これまでの彼女の活躍、直近の妖精島での悲劇など一緒に振り返っていきましょう。また彼女がガッツとグリフィス、この2人のどちらを選ぶのか、究極の問いについても深掘りします。それでは行きましょう。初登場は4巻、鷹の段仙人長として仲間を鼓舞しまとめ上げる優れた能力を持っています。特に剣術に関しては諸々の描写を見ても相当な使い手だと感じます。登場して最初の方は義務感や責任感を一身に背負い、戦士としての自己意識を持つ固いイメージのあるキャラでしたが、物語が進むごとにまた一味違う側面を見せていきます。傭兵という女性が生きづらい環境で強く高潔に剣を振るうキャスカ、彼女の魅力とは何でしょうか。読む人それぞれによっていろいろあると思います。それこそガッツに見せるいつもの彼女と違った恥じらいや可愛らしさ、鎧をつけ勇ましく戦う戦士としてのキャスカ、全てが彼女の魅力ですよね。当然三浦先生の思考も色濃く反映されています。僕も様々な漫画を読んできましたが、キャスカというヒロイン像とその丁寧な内面描写に圧倒されたのを覚えています。強いヒロインという現在主流の女性キャラの書き込みをすでに90年代にやっていた三浦先生の感覚の鋭さには改めて驚きます。ただそんな光の側面がある一方、キャスカというキャラは漫画史上稀に見る自国を味わったヒロインでもあります。間違いなくこの自国が物語の中心にあります。キャスカが12歳の時、ある人物と運命的な出会いを果たします。それがグリフィスでした。貴族に暴行される絶望的な状況に現れた救世主。投げられた剣を手に取り、彼女は貴族に立ち向かう。奇跡そのものだった。そうグリフィスを表現するキャスカは、まさに啓示を受けたかのように鷹の段に入ります。実はこの過去のシーンで、ジュドウ、ピピン、コルカス、面白いことにこの3人がすでにいるんですよね。後から入ったキャスカがどれほど功績を上げ、グリフィスの剣として邁進したかがわかります。そんな彼女にとって2度目の運命的な出会いこそガッツでした。お前が欲しいんだ。グリフィスにそこまで言わしめるガッツ。崇拝するグリフィスのこの男への熱意に、キャスカの存在意義が動かされます。剣としてグリフィスのそばにいたはずが、気づけばその位置をガッツに奪われてしまう。黄金時代編で描かれるガッツとキャスカとグリフィス。この3人の関係が徐々に複雑な形を帯びていく。その上、グリフィスの目的である国を手に入れること、これを唯一叶えることのできるシャルロットの存在も相まり、キャスカの心はさらに追い込まれていきます。ただそんな中でもガッツとキャスカは心を通わし、ついにはお互いの傷を癒し合う関係にまで入っていく。黄金時代編がガッツたちの青春時代だとするなら、この点を取ってベルセルクを少女漫画として捉える方がいても違和感はないですね。それでは結局キャスカはガッツとグリフィスどちらを選ぶのか、この答えは黄金時代編を通し明確な答えは明示されていません。そしてそれら黄金時代編全ての愛憎が因果の糸としてつながれ、職に集約していく。崇拝していたグリフィスがフェムトに転生、そして性的暴行、まさに地獄そのもの。キャスカはキャスカとしての自己を保てずエレーンとなり、彼女の時間は職で止まります。キャスカの経験したことは紛れもなくトラウマそのものです。彼女にとっての世界は崩れ落ちました。それではそもそもトラウマとは何か。別名心的外傷、個人の受けた精神的肉体的な苦痛により発生した心の傷のことを指し、その後も持続的に本人に否定的な影響を与える障害を PTSD と言います。キャスカが幼児対抗を引き起こしたのも自分の精神を守るため。彼女が受けた心の傷はエレーンになった後も PTSD としてたびたび物語に登場します。残念なことにガッツは彼女にとって嫌な記憶を引き起こしてしまうトリガーの一つです。この苦しみはガッツ視点から濃く描かれていました。妖精島へ向かう旅の中でエレーンとしてのキャスカはガッツから距離を取ります。自分一人ではキャスカを救えない、この事実を認めたガッツはパルネーゼやシール家、周りの仲間にキャスカの世話を託すことになる。そして妖精島への旅は終わり、妖精王ダナンの提案により夢の回廊を使ってキャスカ救出を実行します。
まさかここで夢の世界が出てくるとは予想外でした。ダナンが言うように夢は閣僚の一部であり、物欲の法則を無視した奇妙な世界で、本人にとって重要な鍵が散りばめられています。キャスカの精神が壊れたなら、精神の真相にまでも向き、その根を癒すことが必須になる。これはまさに精神分析における無意識の概念を援用していて、特に興味深い場面でした。そしてシールケとファルネーゼ2人が見たキャスカの夢の世界とは、まさに地獄を絵に描いたような空間が広がっています。暗黒の太陽が空に浮かび、出てくる怪物たちもどこか使徒のような気味の悪さがある。男性器をかたどったかのような生理的嫌悪感を駆り立てる見た目など、キャスカの深層心理には男性への恐怖が表現されています。ガッツを模した猟犬、グリスを模した鷹など、全てがキャスカにとって意味のあるものばかりです。そして長く険しい記憶のかけらを集める旅は終わり、キャスカは自分の記憶を取り戻しました。これで全ての目的は果たされた。そう思った矢先での悲劇。ガッツを見たキャスカは2つのイメージを思い浮かべます。ガッツの背後にあるショクとボロボロになったグリフス。復活後、本人が話しているように、ショクの記憶だけが立ち入り禁止の場所のように固く閉ざされています。 PTSD が再発し、悲鳴を上げて倒れてしまうキャスカでしたが、ここで思い浮かんだのがドクロの騎士の言葉でした。ガッツの希望がそのままキャスカの希望であるとは限らない。精神が戻り、記憶が正常に機能するようになるなら、思い出したくない記憶すらも一緒についてくる。そしてそこに来て、さらなる悲劇が訪れます。グリフィスの来訪、妖精島の崩壊、そしてキャスカはファルコニアに連れて行かれます。最新話以降、彼女がどのようにファルコニアの人間たちと関係するのか、そもそもグリフィスがキャスカを連れて行った理由とは、全てが気になります。それではキャスカにとって最も重要な選択、その問題に入っていきましょう。ガッツとグリフィス、どちらを選ぶのか。そんなことを考えるまでもなくガッツ一択、こんな意見が来そうな問いですね。確かにこれまでの経緯を踏まえれば、性的暴行したグリフィスを選ぶなんて展開は決してありえない。キャスカがトラウマとシーンに向き合ってきた過去を打ち砕くような答えです。僕も最後にはガッツとキャスカが結ばれる最後を期待しています。ただ現時点でガッツを選べないキャスカがいるのも事実ではあります。トラウマを思い出してしまうトリガーとして、ガッツはキャスカを刺激してしまう。これには本質的な解決策が他にあるような気がします。ショクの記憶とどう向き合うのか、これはグリフィスとどう向き合うのかという問いにも近いものです。キャスカはグリフィスを一目見ただけで発狂し、気を失いました。当然面と向かって会うことはできない。ただトラウマを感知させるためには、その記憶を受け止める必要があります。キャスカの傷がショクとグリフィスにあるなら、そのグリフィスと向き合わなければいけない。崇拝する対象としてのグリフィスではなく、対等の人間同士としてグリフィスとの新たな関係をキャスカ自身が築き上げることが重要です。これこそ今の彼女に必要な作業だと思います。難しいですけどね。キャスカにとっての会いたい人はガッツです。でもその前にキャスカが会うべき人とはグリフィスなんじゃないでしょうか。さっきの問いに答えるとするならこうです。現時点でキャスカはグリフィスを選ばなければいけない。今回はキャスカの考察をしていきました。彼女の魅力や好きなところに関しては皆さんそれぞれ持っていると思います。この動画を作ったおかげで僕なりのキャスカへの思いも整理できたので、とても楽しかったです。今回の考察以外にも皆さんのキャスカ考察をお聞かせください。以前いただいたコメントで、キャスカはグリフィスの行為を拒んではいなかったという意見がありました。いや、よく見てますね。確かに改めて見るとそうです。これも今後3人の関係性を紐解くヒントの一つになるかもしれませんね。ちなみにコメントを読んでると、皆さんすぐにベリットを発動するんですが、とりあえず発動させるっていうのはある意味逃げなので、発動しないパターンもお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。